こんにちは、アートの扉アトリエ4キッズの林先生です。この音声メディアではアートを通した教育現場で大切にしていること、どんな視点で子どもたちのありのままを承認していくのか、その環境をどうやったら守れるのかを考えながら、皆さんと一緒に気づいたこと、感じたこと、学んだことを共有していく番組です。さて今回は、先週ね、保育園で授業があったんですけれども、その際に、先生方との振り返りがね、深まってきた時に、担任の先生から質問があって、ちょっと私も考えたことがあったので、今日は、保育士の先生方の感想を紹介しながらお話ししていこうと思います。今回も林先生の流れるようにテンポよく進める話術に感心させられました。子どもたちの声すべてを拾って共感し、子ども自身が考えられるようにして、考えられるように返して言葉を引き出す技術だなぁと思いました。子どもたちも今までの経験もあり、ほとんど迷いなく色を足していくことに驚きました。もっとやりたい、次こうしようという姿を見て、これが意欲というものだと改めて感じました。材料である石についても、大きさ、形、色、質感、音など子どもと一緒に一つ一つの違いを見つけて一緒に喜び驚く林先生の姿も学びでした。子どもの表情も見逃さずすごい。もう一人別の方紹介しますね。今回は石を使っての作品作りでしたが、石の色や形の違いを見比べたり、音を聞いてみたり、積み上げたりと楽しみ方がたくさんあり、大人もすごく楽しめる時間だったと感じました、これ大人の方が、真剣にやってましたね子どもたちの発言を肯定的に捉えることの大切さを改めて感じることができました。また子どもたちに楽しい時間を提供するためには、私たち大人も楽しむことが大事だと思いました、という、お便りをいただいていまして、ここからね、私が大事にしていることをちょっと最初にね、共有しておこうかなと思いました。まあ先生方は本当にね、子どもたちと一緒になって、まあ子どもの人数よりね、勉強に来られる保育士の先生方の数の方が実は多くてですねで、大人も大人チームで頑張って一緒に授業に参加してもらうようにしてるんですけれども、大人の方がねすごい張り切って本気になってやってくれて、まあ、だからこそ学びがすごくあってですね、発見がねあったと思う、言語化してくださっているんですけれども、これまとめるとというか、私が大事にしていることはここだなというのをちょっと改めて私も意識してみたんですけれども、まずね、言いたいと思ったことは表現してもいいんだということをすごく大事にしています。これは作品制作そのものが、そもそも自分というもの、自分の思いというものを表現する場ということもあるんですが、自分が感じたことや考えたことを意識する、そしてそれを人に伝えるということを認めてもらえる、ちゃんと聞いてもらえるっていう体験をするってことはね、すごく、心理的安全性にもつながりますし、自分が思ったことを感じたことはちゃんと尊重されることなんだっていう体験をね、たくさんすることはすごくね、重要にだと思ってるんですよね。そういうことを発言していいんだとか、ちゃんと聞いてもらえる意見をね、最後まで聞いてもらえるんだって思う体験をすると、その授業と関係ないことを考えたりしたりしなくなるんですよ。みんな林先生と今取り組んでいるそのことについて考えるということをし始めるんですね。つまりすごく集中していきますし、主体性ももちろん上がってくるんですよね。自分がどう考えた、どう感じたということをちゃんと伝えようと思いながら人の話を、林先生の話を聞くので、すごく主体的な読書と同じことが起こるんですよね、頭の中で。それはもう学びの土台としてすごい重要なことなので、言いたいことを言った人に対してちゃんと最後まで話を聞くっていうことを
大事にしています。で、先生方の発見にもありましたが、その言葉を拾った後ね、子どもたち自身が考えられるようにして言葉を返すということも大事にしています。よくね、その先生に言われたからそうするとか、お母さんが怒るからそうするとか言って自分の行動を決める子っていうのは、そこにね、本当にそれでいいのかとか、そうじゃない場合どうしたらいいのかとかいう自分の考えを挟むことを忘れていくようになるんですよね。言われたから、ルールだからやるっていうんじゃない、本当の思考力、本当にそれでいいのかな、こういう時はどうしたらいいんだろうっていう自分の頭で考えるっていうことのその姿勢をね、まず第一歩ですよね、生きていくための。それをたくさんできるように、どうしたらいいと思うとか、なんでこうなってると思うとかいうふうに必ず問いかけをしてあげる。質問されたら答えを返すのではなくて、一緒に考えようというふうな言葉を返してあげるってことはすごい大事なんですよね。で、その考える、自分で一旦考えるっていうことがね、身についている子は簡単に質問しようとしないんですね。自分で一旦考えるってことをし始めるので、でしかもなぜなのか、その理由はなぜなのかという部分をちゃんと一旦考えるということをすると、納得したらね、子どもたちで自分でその後同じようなことが起こった時に判断したり決断したりすることができるようになる人になるので、子どもたち自身が一旦考えるというための言葉を返すということを大事にしています。で2人目の方がおっしゃってたみたいに、関わる大人も楽しむことが大事だっていうふうに思いましたってか書いておられましたけれども、大人がその一旦子供と同じ経験をしてみて、あ、すごく楽しいな、こういう時に嬉しいなと思うとか、心が動くなとか、こういう時にこういう言葉をもらったらこんな気持ちになるのかっていうようなことを知っている人が前に立って話をするのと、知らないで何かをやらせようと思って前に立って話すのとではもう全然違うものが生まれるんですよね。で、どうするかというと、一緒に発見して一緒に気づいて一緒に喜んだり一緒に感動したりっていう心を動かすということを現在進行形で一緒にするんですね。で、大人は経験上知っていることもありますよ。それを分かっていることを伝えてきたりすることもありますけれども、もう今その子の感動に対して同じ熱量の感動で、びっくりしたねっていう風な形で、じゃあみんなにも教えようっていう風な感じで授業を進めていくんですけれども、これね、なぜかというと、人っていうのはその教えられたこと時よりも自分で発見したとか自分で感動を持って学びを得た、その感情を伴った時にね、こそ脳が活性化されるんですよね。それも学びの本質はそこにあって、だからその子が発見した、びっくりした、気づいた、感動したっていうようなことを同じように発見してあげる。これはこうこうだからこうですよって先回りして言ったりしないということなんですよね。大人が、関わる大人が心から楽しむというスタンスで一緒に横にいるということなんですよね。で、もう一方のお便りを読みます。導入の時間やアート、また鑑賞会の時など、子どもたちの手の上げ方や自分の主張を言葉で言う姿など、自信ができていて成長を感じました。この日はね、今年度3回目の授業だったので、すごく成長してきてたんですよね。自分で考えて伝えようとする姿は、これからに向けても、つまり1年生に向けてってことだと思うんですけれども、楽しみなところです。アートの扉規範の3、うまくいかなくてもくじけないのところで、
うまくいかなくてもくじけないって、じゃあどうしたらいいと思う？うまくいかなかった時、思い通りじゃないことって人生であると思うけど、そういう時どうしたらいいと思うっていう問いをね、子供たちと考えるんですが、のところでもう一回挑戦する、違うものを作るなど、力強い意見もたくましさ、頼もしさを感じましたという、お便りがあったんですが、このね、大事にしていること4つ目はね、もしもうまくいかない時っていうのはどうあればいいのかということは、最初に言語化してあげるということをね、大事にしています。うまくいかないことっていうのをね、すごくネガティブに捉えすぎるところがあるんですね、大人って。なんだけど、それって学びのチャンスなので、そういう時にやめたとか、もう失敗ですとかいうふうな捉え方をしてしまうのではなくて、じゃあどうするかって考える大きなチャンスだと捉えられるか、その心をね、違う角度で見つめられるかということってすごく大事なんですよね。で、そのやり方を少し知っているだけで、言葉でね、子どもたちはうまくいかないときどうするんだっけって言うだけで、あ、そうだそうだ、発想の転換をすればいいんだった、もう一回やればいいだけだとか、失敗じゃないよねとか、これは経験しているだけであって、成功はその先に自分で決めることだというふうな、一旦ちょっと冷静になるということができるようになるから、そのことを大事にしているなぁと、まあ、改めて先生方のアンケートから、気づかされました。で、この日のね、振り返りの一番最後に、いつもね、質問をしたいこと、なんか悩んでること、この時どういうふうに したらいいのかと迷ったことみたいなことを、まあ、共有して、それに対して考えるという時間を持ってるんですけれども、一番最後にね、話を聞いてほしい、たくさん聞いてほしいという子がいると。それと同時に、最初から聞いてほしいという気持ちではなくても、準備ができて次に行きたいという気持ちでいる子がやっぱり集団の中には混在していて、それをどううまく持っていってあげればいいのか、集団としてね、全員の子どもたちにとって意味があるようにはどうしたらいいのかということを、まあ、悩んでいるというような相談があったんですよね。で、まあ、話を聞いてほしい子に対して、すごく時間をちゃんととって話を聞くということを私はしているんですよね。で、それは話を聞いてほしい子っていうのは、まあ、それぞれ、まあ、家庭環境とか、これまでのね、生育歴とか発達の度合いとかによっても変わってくるんですけれども、その承認欲求が必要だっていう子に対してね、ちゃんと聞いてあげる、傾聴するっていうことは、あなたのことをちゃんと見ているし、聞いているし、最後まで理解したいと思っているよという、そういう姿勢を見せるっていうこと自体が、愛情を与えることになるので、すごく重要なんですよね。で、その発言をするっていうこと、彼らがね、聞いてほしいと思うことをちゃんとみんなの前で言うっていうことはね、で、それを聞いてもらうっていう体験は、彼らの自尊心、自分は価値があるんだということを培う体験になるので、みんなの前でその意見をちゃんと最後まで聞いてあげて、それに対して答えてあげる。で、まあ、答えてあげるときには、全員の学びにとって意味のあることも少し加えながら、全員に対して答えを言うっていうようなことの繰り返しをするんですけれども、これね、すごくピンポイントピンポイントでちゃんと話を聞いていて待っている人と、僕の話、私の話を聞いてほしいって言っている人をどうしたら、同時にどうしたらいいかっていう風な悩みだと思うんですが、これ実はね、聞いてほしい人の言葉をちゃんと聞いて答えていると、そのことに対してね、他の子どもたちも聞いてるんですよ、実は。で、何を見ているかというと、私のね、
あ、この先生は一生懸命話をしようと思っている人に対してどういう対応する人なのかというのを、まあ見てるんですよね。ジャッジしてると言ってもいいですけれども、見ていると思います。で、それをいつもいつもちょっと今その話後にしてってしか言わない人だと、まあ信頼を失いますよね。この先生言ってもしょうがないな、聞いてくれないんだなと思われるんですよね。まあ信頼を得るために聞いてるというわけではないですけれども、実際にはその子に対して話を返しているだけだと思われがちですが、その場にいる全員にとって意味のある時間になっているはずなんですね。で、言いたいことを言える環境、言いたいなと思えるかどうかってすごく重要で、言いたいことを自分の言葉で伝えたいって思ったら、まあ冒頭でも言いましたけれども、それはとても主体的な学びにつながっていくんですね。誰かに自分の考えを言うとか、自分の中に浮かんだ質問や相談を誰かに聞く、投げてみるということって、主体的にその場に参加していないとできないことなんですよね。で、そのことも素晴らしいことだし、その質問をしている人の内容を聞こうとするして待ってくれている人も素晴らしいんですよね。その子たちも、いわば林先生と同じ立場で、この人のは何を言おうとしているんだろうということを聞こうとしているから、その子たちに対しては待っててくれて、ちゃんと聞いてくれて、最後までこの人の意見をね、発言を最後まで遮らずに聞こうとするということって結構大人でも難しいことです。それをね、例えば4歳児さんとかがやれたということに対して、それは本当にありがとうねという気持ちで、それを言えなかったとしてもね、目線で聞いてくれてありがとうね、他の人の意見をっていうことを必ず伝えるようにしてるんですが、そうやって話を聞いてほしいっていう子がいる、そのことに、ちゃんと対応するということが集団にとって学びになっているということまで意識されると、多分ね、どうしよう、待ってる人もいるのにっていうような気持ちにそんなならなくてもいいかなっていうふうにね、思ったんですよね。で、もう一つ考えなくてはいけないことは、例えばですけれども、遮りたいと思う時って、時間がないなとか、この先にやりたいことがあるんだけど、今あなたのこの質問に対して答えてると、やりたいことができなくなっちゃうみたいな、結構大人のこっち側の都合で子供たちを黙らせようとしていないかどうか、子供を押さえつけようという意図はないだろうかということも同時に考えなくちゃいけないことなんですよね。でも、まあそれって時間は有限だから、私の中にももちろんあって、そういう場合は正直に言うようにしています。子供たちにその話最後まで聞いてあげたいんだけど、一旦ちょっと次の人も手を挙げて待っているから、何々君の意見も聞いていいですかっていうふうに聞くようにしますね。もしくは本当は林先生、この先にやりたいことがあるんだけど、やってもいい？っていうようにしたりですとか、必ず実は林先生今考えていることがあるっていうことも伝えるようにします。で、それね、最初にやると多分理解できないと思うんですけれども、ちゃんと話を、林先生はね、自分の話を聞いてくれる人だっていう、分かってくれた、その信頼をしてくれた人たちは林先生のことも聞いてあげようと思ってくれるので、ちゃんとね、なんて言うんだろう、心の通ったコミュニケーションができるようになるので、じゃあちょっと僕の話は今黙って、林先生の話を聞いてみようかなっていうふうになるので、そういう最初の一歩というか、本当にね、人と人とが自分の意見を
みんなそれぞれ持っていて、聞き合って同じ意見じゃなかったとしても、それはそれでいいよねっていうふうに聞き合えるという、もうものすごく大事な人間としてのね、姿勢を身につけてあげる最初の一歩になる部分なので、すごくそこは大事に丁寧にやっているということをね、分かってもらえたら嬉しいなと思いながら、この日の授業と先生方との振り返りを終わりました。最後にもう一つだけ、先生方のお便りを紹介しようかな。これね、先生のアンケートとかも活動の、子どもたちの活動の記録の最後にいつも載せるようにしているので、皆さんも読めるように概要欄飛べるようにしておきますね。作品について思いを語る場面はみんなに注目されることにもなれ、堂々と発表ができるようになってきていると思います。思いをみんなに聞いてもらえて嬉しいと感じる中で、自信にもつながっています。アートの扉、規範を子どもたちと確認するたびに、自分の保育の振り返りになっています。日頃の保育の中で意識していくよう、これからも心がけていきたいです。毎回思うことは、自分の子どもが園児の時、林先生に出会えていればなぁと思います。かっこ笑い。アートの楽しさを感じ、そこから学ぶことも多かっただろうと思います、というようなお便りがありました。もう本当にね、保育園の子どもたちと、そこでね、学びに来てくださる保育士の先生方との学びっていうのは、私もね、改めて気づかされることはたくさんあって、でそれをまた、東京のね、お茶の水でやってるアトリエ4キッズでも活かしていくというような感じで、どんどん、こういうね、学びを共有していけたら、ラジオでもね、と思っています。それでは今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。何か一つでもね、皆さんの子育ての中でも意味のある発見があったらなと思いました。それでは、今日最後に、お送りする曲は林文で、最近、これ作った時がね、10年前だったんですけど、私の先代の犬がジジっていう名前なんですが、亡くなった時にね、結構思いがけなく亡くなったので、その時に文ちゃんがメロディーを作ってくれて、でね、その、悲しみから立ち直るっていうのは、時間がかかるもので、歌詞をかけたのは多分半年以上経ってからだったんですけれども、そうやって作ったね、愛犬への思いを、歌にした曲を最後にお届けしようと思います。子供たちにとってね、そのとても大事な、家族が亡くなった時に、ペットとかね、時に一緒に聞いてもらえたらいいかもしれないと思いました。それではまた次回のラジオでお会いしましょう。林先生でした。ゲロウが揺れている子が見たものを見せて、降りてくる子がくれたものを、信じてる悲しみは空に消えてく、残された優しさは
変わる。あの子が見てた空を見上げて、並んで見てた日々を思う。柔らかい安らぎがあの子を包む虹の向こう。茜さすその先であの子はもう笑っている。信じてる優しさは奇跡に変わる。残された悲しみは愛に変わる。あの子の歌をただ歌うから、並んで見てた空を見せて、ララララララ。